はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。ティブログです。今日は岐阜県のサウナ施設に行きます。れな社長はサウナが大好きなのでまあ温泉も好きだし、サウナも好きだし、スパも好きだし。ちなみにれなのお家に、ドイツの実家ね、れなのドイツの実家にはサウナボックスがあるという。ああ、そうだね。ママもサウナが好きだから。すごい家だよ。そうそうそう。でもその前に腹ペコペコなので、サウナに行く前にランチを食べたいと思います。そばを選びました。ああ、いいですね。でしょ？じゃあそばを食べに来まーす。はい、ということで高速関インターを降りて下道に来ました。うん、でも全然遠くないよ。10分ぐらいで3キロ着きましたよ。多分着きましたよ。これなんかめっちゃ可愛らしいね、この建物ね。お、見て、スケロック。ではでは、メニューめっちゃ可愛いよね。これ冷たい料理があって、温かい料理があって、あとは単品の一品ずつのものがあって、エンクナタギリソバ、はい、それです。釜揚げ一つと、はい、で季節の天ぷら。今野菜の天ぷらです。よろしいですか？はい、大丈夫です、はい、来ましたよ。めちゃめちゃ美味しそうだよ。カラフルな野菜天ぷら、野菜いろいろある。で、一番好きな食べ方、塩で食べて。あ、出たね、来た。お待たせしました。あ、美味しそう。お味噌やお塩などっていろんな味を楽しんで、すごいね。味噌で食べるのが初めて聞いたよ。名古屋っぽいな。そうだね。じゃあ天ぷらから食べるよ。ちょんちょんちょん。きゅうり、初めてきゅうりの天ぷら食べた。うん、うまっ。うん、美味しい。そう、美味しい。かっこ、玉揚げそば。うん、この柚子の香りはすごい。爽やかな。これぐらいが入ってるけど、柚子じゃない、すだち。めっちゃ美味しい。これ焼くうまいの。焼くの入れてみるか。うん、本当にめっちゃ美味しい。味の変化も面白い。今辛くなってきた。おお、美味しい。いや、美味しいよこれ、めちゃめちゃ。これちなみに俺だからあんま食べられないね。今 4口ぐらいは食べたよ。じゃあこのすごく珍しいようなお蕎麦も、エンクナタギリ蕎麦だね。そう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 、名古屋のきしめんみたいな。あ、そうだね。ちょっと食べてみよう。うん、美味しいよ。な、全然新しい経験みたいな感じ、本当に。でもきしめんほどもちもちじゃない。ちゃんとした食感がある。ちゃんとなんかこう噛み応えがある。コシがある、うん、うん。じゃあ味噌で食べてみたい。そうだよ、はい、絶対に美味しいでしょ。五平餅を食べてるみたいな感じ。これもうなくなっちゃった。釜揚げ、もうちょっと冷やしてほしかったのに。2人前あってもいいぐらい大盛りがあるかな。で、大盛り頼んだ方がいいと思う。これ超美味しい。最後にあのそばつゆで食べ飲むのが美味しいですね。うわ、ということでここからサウナに行きたいと思います。そうだね、今からリラックスタイムだよ。はい、着いたよ。ここ J スクエアのところの中にサウナ施設があって、はい、サウナエリ
アに来ましたよ。ここにめちゃめちゃサウナだけじゃなくてプールもいくつかあるからめちゃめちゃいい感じだよ。最初はプールに入る？ああいいな、めちゃめちゃ気持ちいいよこれ。こうクズ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 してる。あとめっちゃあったかい。あの何種類のサウナがあるけど、まずは低温サウナに入る。もうなんかいい感じ。うわ、普通のサウナと比べたら全然低温だわ。15分ぐらいは、あ、見て、1人15分。なんかいろんな説明があるよ、ここに。蛇口で8分から10分、それ今やりましたよ。で、そこからちょっと水風呂に入って、で、そこからサウナに入ってください。で、また水風呂。合ってます。それを3、4回繰り返すよ。あ、気持ちよかったよ。ゆでだこみたいになってきたよ、顔が。うそ。冷たい。すぐ隣にハードミストサウナが、あ、絶対にいい匂いするでしょ。もう中真っ白だけどね。それさ、あの健康的でしょ。だからちょっと入ってみるけど、すぐに曇ると思うよカメラが。おお、うわ、めっちゃ、めっちゃいい匂い。ハーブの匂いすごい。ああ、いいね。あ、熱くない。気持ちよかったよ。香りがすごいもんね。あの香りが好きだよ、ね、私。ハーブで、ハーブ風呂に入ってるみたいな。あ、そうそうそう、めちゃめちゃリラックス効果があると思うよ。ちなみに、ちょうどいいサウナ見つけた。あ、そう。すごいよ、あの奥。南極サウナって書いてある。南極だよ、南極。サウナだけど南極っていう。ちょっと謎ですよ。ただ冷たいんじゃない？やだ、寒い。やだ、もう。クーラーガンガン効いてるんだ。が好きなところだけど。やばい、めっちゃ気持ちいい。逃げる、逃げる。最高でした。うっそ。ということで今から外に出てちょっと休憩しましょう。このサウナのいいところは中もあって外もあるからね。そうだね。あとプールいくつかある。そう、これ絶対に最高だよ。休憩が終わりました。だから？ここに懸垂マシーン。あの家にあるやつとほとんど。全くこう一緒だね。これでいつもこうやってます。はい。かっこいいね。これ筋トレもできますこれ。あ、まああれだよ、いろんな施設があるねここに。これだけじゃない、いっぱいある。ちなみに今日はサウナ目的でこの J スクエアに来たんですけど、うん、まああのサウナの中にもいくつかのサウナがあって、いくつかのあのジャグジープールみたいなのがあって、でもそれ以外にも普通のジムがあって、あとはフィットネススタジオみたいなのがあって、そう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 、であのレッスンもあるし、でプールがあって、だから普通にあのぷかぷか泳げるプールがある。そうそう、スポーツ用こうだよ。そうそうそう、ぷかぷかじゃないよ。であとはセミパーソナルジムもあって、 あとはシミュレーションゴルフのなんかスタジオみたいなのもあって、私たちはゴルフやってないけど、でもそこにプロの選手がいてあのレッスンしてくれるんだって。じゃあ外で休憩したのでちょっと中に入って高温サウナ行きましょうか。これ高温サウナ。さすがに暑い。あ、すごい。あ、気持ちいい。メガネめっちゃ曇ってるよ。もう何も見えないよ。もう 目をつぶってるから大丈夫。もうなんか静かに逃げようとしてるんだね。タコだ、ゆでタコになりましたね。めちゃめちゃゆっくりゆっくりしたよ。ここにシャワーじゃなくて滝があるよ。ここのボタンを押すと15秒出てくるよ。気をつけて、頭に当たったら痛いと思うよ。そう、押すよ。
冷た。めっちゃ気持ちよかった。よかった。じゃあこの一番かっこいいサウナに入ります。引く。あの王様。あ、こんにちは。パブロス。被害者のあのパブロスケース。うん。絶対に我慢できないよ、だから焼けてるか口弱いね、本当に何この座り方あれ、私は諦めますよ、他も諦めるでしょあれだよ、信じられないけど、あの、あ、暑さで耳が痛いし、頭が痛いし、熱すぎる。ちなみにここの水、井戸水を汲み上げてるから塩素が入ってないんだって。サウナを好きな人はそれポイントらしいよ。あ、そうなんだ。そう、塩素が入ってない水。私は知らないけど気持ちいいよ。最後にまた戻ってきましたね、ジャグジー。そう、最後にジャグジーだし、それはアレナのルール。ああ、気持ちいい。あ、めちゃめちゃリラックスができたよ、全体的に。はい、リラックスしましたよ。十分にリラックスしましたよ。これほどリラックスしたことは久しぶりだよ。なんか外の空気も気持ちいいもんね。そう、気持ちいい。そう、でも水を飲んでもなんか10倍ぐらい美味しく感じるちなみにここの J スクエアのととのうサウナは月に6600円で使い放題です。でも1回ビジターとして来ても1540円なので、ぜひ1回試してみてから買いになるかどうかを判断してみてください。はい、それではこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。